はい、JS ガールやっていきたいと思います。ですね、前回のパートからだいぶファンの数が増えております。なんかね、テレビ見ながらちょっとこういろいろ仕事をこなしていたら、気づいたら7950人になってて、いい感じだよねっていう。まさかのあと50人で8000人いくんで、あ、またこれ永遠に出てるの、この帽子のやつ絶対やんないよねって。二人撮影します。これ行こうか。はい、誰と撮影なんですか。なんとも言えないよね。ああ、シュリちゃんか、みたいな。私の方が可愛くなるようにしてよ、うららね。頼むよ、本当に。なんだろう。シュリちゃん次第だよね。これでシュリちゃん、鬼可愛いコーデだったら、私ちょっと、暴れる。口元に手を添えて、おしとやかゆる皮。足元って言った今、私もしかして。口元だよね。なんか音でかいかな。気のせい。あ、ちょっと音でかいかも。ちょっと待ってね。一個下げた。多分ね、動画になった時には全然わかんないレベルだと思うんだけど。口元に手を添えてやつね。これ口元になるよね。大丈夫だよね。考え事しているようなか、これじゃない？はい。足を揃えてカメラから目線を外したポーズで決めてね。え？足をさ、そもそも合わせてるのに目線を外すっていうのが、足合わせたカウントにならないよね。そうだよね。これか。頭と腰に手を当てて、体のラインを。頭にね、手を添えてるのいっぱいあるの。これでいいかな、じゃあ。全体的にゆるーく落ち着いたポーズ。ゆるーく落ち着いたポーズ？なんか雑じゃない？ゆるーく落ち着いたポーズで笑顔。ゆるいよね。いろんな意味でね。ゆるいと思う、今の。無理やりだよね、ちょっとね。さあ、どうでしょう。あ、待って。私の方が可愛い。なんや、そのシュリちゃんのポーズ、知らないのある。羨ましい。あ、いいんじゃない、いいんじゃない。お、いい感じみたいよ、やっと。惜しいって。あらら、まあいいですよ、3枚いけたからね。なんか3枚いければいいみたいなところが私の中ではある。よーし。うわ、え、結構デカめに映ってる。うわぁ、シュリちゃん、ついに目閉じちゃった。ついに目閉じちゃったよ。あんぱ、シュリちゃんの目怖い子は言い過ぎたかな。申し訳ねえな。よし。8000に行きましたよ。どうしよう。これと、じゃあこれ。いや、なんかね。必要になる時がもしかしたらあるかもしれないからね。そのためにね。でもなんか、ブランドはなかなか、あれよね、発生しないのね。どうしよう。いつも通りです。すごい、二人似たような服着てるね、シュリなんかね。里見そこにいたのに編集、呼んでくるんだもんね。
あ、お疲れ。やったね。うん。もうだってあと2000円だもんね。余裕じゃない？うん。いや、シュリちゃんまで現れた。じゃあお祝いはとりあえずなんだろう、なんかお菓子とかでいいよ。お、あー、まあそうだよね。え、なんかそれすごいオーソドックスね。なんか今くれる割にはほらマックスアダルト、ほらアダルト。うん、アダルト路線に行けばいいな私は。まあ、やっぱ自分はそっちかなと思ったんだよね。ジュン君でしょどうせ。あ、違った。どうしたどうした。うん、別にキャッチフレーズはいらないけどね。うん、なんか終わりが近い感じしない？どんどんこういろんな人が来ちゃってね。ジュンさんみたいになります。あら、ジュン君いないところでも、あ、すーごい。ちょっと遅いです。なになに、お知らせ？うん。待って、私が今してる服はならダメだったってこと？え？なんちゃらキャットね、ちょっと今から買えるわ、服。でももうすぐじゃん、1万。こっからはちょっと裏で人数増やすのやめようかな。なんか、ね。わかんないけどね、1万人がさ、果たしてクリアなのか、それともなのか。待って、15点しかない、ここのブランド。死んだ。いや、ダセー。ここのブランド一回やんなかった？気のせい？うわ、クソ、クソダセー。うわ。死んだ。だいたいさ、スカートもないしね。まあいいけどさ。はーい。じゃあとりあえずこの服でね、うろうろしつつ、どうしましょうかね。まだや出て、これもうさ、ネタ切れってこと？ここのもうずっと永遠に帽子なのよね。あ、部屋着スタイル特集。これやったことないからやりましょう。部屋着か。もう着ないっていう手もあるよ。はーい。たださ、今のこの私の姿、自称ファンだと言ってくれてる子たちには見せられないよね。ゆうたちゃんって私服ダサくないみたいな。あ、待って、テーマなんだっけ。ヨウヘイタミクラス、ちょっとおしゃれなコーデを作りましょう。え？おしゃれに見える部屋着でしょ？あくまで部屋着なのよね、でもね。部屋着って頑張りすぎちゃダメだと思うのよ。うん。そうそうそう、頑張りすぎない。それが大事よ。うん。これは頑張りすぎ。そうね。これは頑張りすぎだね。これでどう？だいぶ私好みにしてるよ。やっぱだって、もしラスト近いならね、やっぱ私好みでどんどんやっていきたいよね。ブラウン、ゴールド、ブラウン。かわいい。今回普通にかわいいぞ。あとポーズさえミスらなければいい感じなのでは。ピースサインを決めるのね。確かね、あるのよ。
どれだったかな、これだ。これで口元を押さえたリラックスしているポーズ、もう全然わかんないよね。でリラックス満面の笑顔で爽やかにポーズを決めてちょうだい。満面の笑み、満面の笑み。上半身を指さしてコーデをアピールしている。あ、これじゃない？これだ。で、しっかりと足を揃えた控えめなポーズ。はい。やばい、緑ばっかり。まあ、でも緑ばっかりさ、逆にね、なんか技出るから、それで稼げるでしょ。何よ、つけた方がいいかなと思ったのに。待って待って、どうした？死んだ。嘘。バッド、え、初めてなんだけど。やば。これ無理じゃない？え、これ無理だよ。どうしようどうしよう。もうちょい、あと、でも、あと1枚あるよね。頑張れ。よし。え？スカートじゃない方がいい。まあ、そりゃそうだよね。実際そうだよ。部屋着でスカートってなかなか、まあ、ないよね。え、待って、ズボンあった？パンツありました今。全然私見てなかったわ。いや、これだけボロクソ言われたゆうたちゃんより小さい風花ちゃんはやべ。でもボロクソよ、ボロクソ、もうクソ。いけると思ったのに。やっぱ黒にこだわったのがいけないわね、うん、まあこう裏でさ、こうファンの数増やしてる時にも思ったのよ。なんか私が見るに思いっきり、うわダッサーっていう服にした方が評価は上がるのよね。だからこの世界と私のあれは合わないってことよね。なんだろうね。ガルモとかは別に私のね、そのこれが可愛いって思うのでだいぶいけたんだけどね。ワンピースか。え、可愛いワンピース持ってたかな。はーい。でもワンピースさえ作ってるじゃないわ、使ってれば文句言われないから、その点は楽よね。ワンピース、え、久々にこれ使いたい。これでこれちょっと多用しすぎだよね。いっか。あ、ちょっと待って、さっき黒にしたから、ちょっと今回カラーを入れる私。頑張ってちょっとカラーを使っていく。もう赤いいな。うん。これに帽子を入れるんだったら、まあ、こう。ああ、これかな。そうね、これだね、これ。はい、ゴー。まあこのねコーデだと基本的に私服のやつは文句言われないからさ、なんでもいいんだけど。おお、も言えない感じになったね。そうでしょう、私らしいでしょう。そうなのよ。ね、さっきバットをもらった女と思えないよね。
ほんと。あーでも初めてだったな。どんだけ適当にやってもバットなんてもらったことないのに、ちょっと真剣に考えたらバットもらっちゃうんだからね。よし、わ、アイリちゃんと服かぶるところだったね。危なよかった、これにして。え、待って、あと1500人でさ、1万人集まるよ。え、ワンチャンだな。なんかこう、効率的な仕事をやっていけば、意外とすぐ集まりそうよ。え、ちょっと、頑張ろう。47日。早いね。なんだかんだね。お。あ、ほんと？どうもありがとう。もっと頑張ってください。いや、私はもうだいぶ頑張ってますよ、本当に。何をって言われたら困るんですけど。本当ね、何をって言われたら、まあそうね。あ、またあるよ。また帽子。もうちょっと本当にいい加減にしてほしいよね。やばい、私服着てる。え、ちょっと待って、これネタ切れだな。もうこれも多分ね、やったね。ちょっとこれネタ切れじゃないか。ただやったのかな、わかんないな。ちょっと一旦カットしましょう。はい、ですね、なんかほんとね、同じようなのしか出なくて、ずっと。で、ちょっとずつこう、こなせたらですね、9826人までファンが行きました。新しいポーズで、はい。なので、ちょっとこの、これ多分やっとないと思うんだよね。これをやったら、1万人行くんじゃないかと、思っているので。金髪猫耳ハーフアップ、茶髪ロング、ストレートヘアだって。え、可愛くない？今回割と。いいじゃん。ちょっとポーズ真剣に選ぼう。失敗するわけにはいかないからね。まずはぐっと体に力を入れてやる気に満ちたポーズ。これじゃない？やる気あるよね。体を横に向けてちょっぴり大人な雰囲気。ちょっぴりでしょ、でも。これ？上半身に動きを出して弾けたポーズを頼むよ。ウィンクも決めちゃってね。ウィンクも決めちゃってね。これ？笑顔がキュートなポーズをバッチリ決めてほしいな。笑顔。シンプルで大人っぽくクールなポーズ。はい。大丈夫かな？なんかね、失敗しなければね、多分200人ぐらい増えるのよ。で、失敗すると100ちょっととかになっちゃうから。何？ダメ？力入ってるでしょ、あれどう見たって。ちょっと、純くん、ここに来て冷たいんじゃない？もうギリギリだな。1枚いけるかどうかって感じなんだけど。頑張ってよ。よし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 。めっちゃギリギリ。ダメやん。なんでだろうね。動画撮ってないときはちゃんとできるのにな。動画撮るとね、なんか、もうそういうのあるよね。なんか
いざという時こう力が出ないみたいなね。あ、でも196人増えましたよ。これ行きました、1万人。え、どうなるの、なんかもらえる？1万人行った記念になんかねえ、なんか欲しいよね、せっかくなら。はーい。まずの撮影だったね。つら。まずで1万人いっちゃったのもなんとも言えないわね、なんか。あれ、でも呼び出されましたって出なかったよ。うん、お疲れ。何？いいですよ。何、告白かな？うん。編集部よりそこの方がいいんじゃない？お疲れ。わかるかしら？褒めてくれるんですか？うん。あら。1万人のファンができたわ。うん。結構厳しい目標だったわよ。うん。そうだね。そんなにポーズいっぱい持ってるかって言ったら持ってないんだけど、そこそこ対応はできるようになったよね。うん。誰？みんな来たの？あら。え、みんなは逆に何人ファンいんの？教えてよ。まあ、ふうかちゃんはそこそこファンいそう。うん。みおちゃんファンいないと思う。みおちゃんなんか3000人ぐらいだ。え、お祝い？え、この人服変えたい。こんなダサい格好でお祝いしたくない。うん。やっぱポーズなんだね。あなたたちも基本ポーズしかくれないわね。あ、なにそれ。ダブルハンド JS ガール。へぇうん、まあなんか、あんまいいポーズではなかった。もうちょっと。バイバイ。なんだ、お祝いって言うからてっきりパーティーでもするのかと思ったら、やっぱそんなことはないのね。寂しいわね。どうもありがとう。うん。何？カリスマドクモになったらしい、私。やった。ほら。そっか、私まだ専属モデルじゃないんだ。ああ。ほうほうほう。なります。給料ください。ほんほんほん。え？目標達成したけど、これで終わりなんてことはないんだ。うん。これでも実質終わりだよね。この感じ。キラキラしていこうね。だからエンドレスに終わらないよってことでしょ、多分。そういうことだよね。へぇ。スタッフロールとか流れちゃう。流れたー流れるかなと思ったら流れたわ。あ、これ下画面にいろいろ映るのね。じゃあ下画面映しときますね、編集でちょっと。ついに、まさかの、今回終わるつもりじゃなかった、全然。全然ね。ああ、ほんと。いや、突然の終わりだからさ、ちょっと、言うことも何も考えてなかったから、あれなんだけど。そうね。私今、何個動画でさ、ファッションゲームクリアしたんだろうね。なんか結構な数やってきたじゃん。まあ、クリアまで行ってないものも何個かある。それは事実。楽しいなっていうのはやっぱりクリアまでちゃんといけるから、それで、そうな、次のファッションゲームね、ちょっと考えないといけないね、これは。終わってしまったから。そうな、
言うてでもさ、3DS のファッションゲームって結構やりきった感はあるよね。まだあった気がするけど、なんかほんとおすすめがあったら教えてほしいぐらい。何そのポーズ知らない。まあでも今は個人的にはね、アドバンスのゲームとかが動画的撮りやすくて、アドバンスのファッションゲーム探そうかな。 DS はね、割とガチやり尽くしてる感があるんだよ。なんかラブ&ベリーとか一緒にやろうかなと思ったけど、ラブ&ベリーってカードがないと何もできないもんねと思って、だからそうね、ファッションゲームちょっとこの後ね、この最後のこのムービーが終わったらちょっと探そう。なんかないかなって。でもなんか JS ガールなんだかんだ面白かったよね。なんかツッコミどころは多かったし、エンドです皆さん、プレイしてくれてありがとうって出てる。いえこちらこそって感じ。お疲れ様ですって出たよ。ありがとう。これからは撮影でコーデを選ぶときもヘアスタイルやメイクをか、なるほどね、彼女に頼らずして自分の好きなあれをしていいよってことね。なるほどね。でこっからもう永遠に続いていく、終わらないエンディングのない終わらないね、世界線になっていくということね。なるほどなるほど。まあ動画としては一応エンディングスタッフロール流れたんでね、今回で多分最終回ってことでね。あ、ポーズ40種類になったんだ。これエンディング後に言われてもちょっとって感じだよね。エンディング流れる前に言ってくれたらよかったのにね。はい、ということでですね、読モ活動49日目にしてクリアしたので、今回でですね JS ガールの方は最終回ということで、ここまで見てくださった方々本当にありがとうございました。次のね、何かしらファッションゲームでお会いできたらなと思います。ちょっと探しますね。はい、じゃあ今回これで終わりたいと思います。本当お疲れ様でした。バイバイ。